はい、こんにちは。さあ、今回はちょっといつもとはだいぶ違う、もう変わった内容になるかと思います。こちらなんですけども、まあご存知の方もまあまあいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、レトロ風、レトロ調のラジカセ、まあの非常に懐かしいデザインをしていて、まあちなみに僕は平成一桁生まれなんですけどもね。はい、なぜ買ってしまったのかというとですね、どうしてもねちょっとね気になってですね買ったんですよ。中身がすごく気になるということで、箱の中身じゃないですよ、このラジカセ本体の中身が非常に気になるということで、前々からね、ちょっといつかね中身見てみたいなということで買ってみました。はい、でですね、僕の動画を初めてご覧いただく方ももしかしたらお見えになるかもしれませんので、まあ一応簡単にですね、まあ僕はですね、普段はですね、はい、普段はですね、このような本格的なカセットデッキを使っております。まあ、いわゆる、カセットテープガチ勢というやつかな？まあ、さらにはこういったデッキを、直したりもしますので、直している側の人間から見たこのラジカセの構造を見た感想ですねっていうのをちょっとまあ紹介していこうかなと思います。まあ動画の終わりの方に近づくにつれてどんどんマニアックになっていくかと思いますけども、お付き合いいただけると嬉しいです。はい、ではスタート。さあ、デカデカと映っておりますこの元箱、これ同志社という会社が、まあ、正確には輸入ですね。一応ねこういう風に書いてあるんですけど、輸入販売元って書いてあるんですよね。はい、同志社から販売されていたですね。もう今は廃盤品になってるので、もう在庫限りになってると思います。はい、一応山水という名前が、ブランド名がついた型式名 SCR-B2 と言います。はい、まあこのラジカセはね、結構ガジェット系の YouTube チャンネルで何本かねもうすでに紹介されていますので、基本機能の紹介は今回はもうすっ飛ばしていきたいと思います。はい、じゃあまずは開けましょうね。はい、こちらが取扱説明書ですね。まあこういう感じで、カセットオタクがですね、まず気になるっていう、気になったところはですね、まあまずはカセットテープの注意事項ですね。まず目が行くところなんですけども、はい、取扱いについて、録音を防止するための爪のことですね。はい。で、ここですね。本製品で使用できるテープはノーマルテープのみです。まあ多分そうでしょうね。ノーマルテープ以外は十分性能が発揮できません。さらに重ね取りで前の録音が消えずに残ってしまうなど問題も発生するため使用しないでください。まあハイポジションテープとメタルテープのことですね。これはですね、音を消そうとすると、ノーマルテープよりも強い磁力が必要になるので、なのでノーマルテープでしか使えないラジカセではその磁力が足りなくて前の音が残ります。なのでまあ使えませんということになってます。はい、そして長時間テープを使わない。まあこれは結構有名なっていうか、カセット世代の方だったら結構ご存知かなと思います。そしてね、ちょっとマニアックなところ、ノイズリダクションについて、NR って書いてありますけど、ノイズリダクションです。当然搭載していません。で、まあノイズリダクション、まあドルビーノイズリダクションっていうのが有名なんですけど、まあ B タイプ、C タイプ、S タイプって、まあいろいろあるんですが、まあそれを使って録音されたテープって、結構高音域が強く録音されてるんですね。仕組みは複雑なんで、まあ、割愛しますけど、そういったノイズリダクションを使って録音してあるテープは、まあ、すごいキンキンする音になります。まあ、でもね、正直、この手の安いラジカセだったら、案外、ちょうどよく聞こえるのかもしれませんね。なんで、でも聞けないことはないです。一応音は鳴ります。あ、お手入れの仕方が書いてありますね。カセットヘッド部のクリーニング。これ、障子のことも書いてあるね。長時間使用するとヘッドが磁化され、そのまま
録音や再生するとボン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 という雑音が入ります。市販のヘッド掃除機を使って録音再生ヘッドを掃除してください。はい、そしてまあ、こんな感じかな。はい、ちょっと説明書でちょっと気になった、まあ特にカセット関連の項目ですね、ちょっと気になったところをざっと紹介してみました。もうすでにだいぶマニアックになってるかもしれませんが、はい、さあ本体の方行ってみましょうか。さあ、あ、反対だった、ちょっと背中が出てきちゃった。あー、なんかすごいなんかプラスチッキーな匂いがしますね。はい、では本体見ていきましょう。いや、すごいな。いやー、でもやっぱすごい新品ピッカピカ。まあ、僕古いデッキばっか使ってるので、いやーでもすごいですね、この新品、このピッカピカの、うん、こっちに驚いちゃったな早速ですが、このカセットのデッキ部分ですね、見ていきたいと思います。ここかな。はい、こういう紙が入ってたりとかね。さあ、ではせっかくですから、このカセットデッキの部分ちょっと見ながら構造を、まあ、簡単に説明していきたいと思います。はい、でまず見ていただくのが、はい、まあ、真ん中に映っているこれですね、銀色のこの部品、はい、これがヘッドです。録音再生ヘッド、まあ、この部品で、テープに音を記録したり、テープに入っている音を拾ったりっていう役割をします。はい、まあ見るからにパーマ類でしょうね、これね。そしてもう一つヘッドがありまして、今指さしている辺にあるんですけど、消去ヘッドです。音を消すためのヘッドです。どんなカセットデッキでもそうなんですけど、音を消すためのヘッドは絶対に専用で設けてあります。さっきのこの銀色のヘッドじゃ兼用できないんですね。というよりも音を記録する前に音を消さないと音が混じっちゃうんで、なので必ずこの消去ヘッドを通ってから、ここの、録音再生ヘッドを通るという、まあ、そういった形になってるわけですね。でちなみに再生ボタンを押すとこうやってねヘッドが上がります。そして右側、ここに金属の棒みたいな軸ですね、これキャプスタンって言うんですけども、はい、でその下にゴムのローラーがあります。で再生を押すと、もうローラーがこの軸に当たります。ローラーでテープを挟んで、でこの軸が回転しますから送っていくと、送れるとテープを、はい、このようになってます。まあ、これが簡単ですが、カセットテープの再生の仕組みですね。それでは肝心な音質チェックと参りましょうか。はい、では電源をつなぎますね。ここですね、ここに挿して、ちょっとあれですね、本体のこの感じにしてはちょっとこの電源コードがねぶっといというね。はい、電源つなぎました。これでちょっと録音してみたいと思うんですが、これ LINE 入力ができないので、まあしょうがないんで、USB、 これ USB ポートがあるんで、 USB に入っている MP3 ですね、これ再生してテープに録音できるということなので、ちょっとこの方法でやってみたいと思います。挿して、うん、挿して、でこうすればいいのかな。お、あ、反応しましたね。でこれで、あ、勝手に再生されちゃった。あ、なかなか可愛いじゃん。可愛い音がしますね。はい。まあ、この曲はライセンス料払ってるので、使っても問題ないやつです。はい。とりあえず再生できるようなので、じゃあこれでちょっとテープに録音してみたいと思います。で、使うテープなんですが、こちらです。現在生産されているカセットテープの中では、世界一品質が高い、カセットテープです。はい。1本900円です。
まあ、本当に音楽用、音楽録音用のカセットテープということで、まあちょっと高いですけど、結構僕は気に入ってるので、もう何本か買ってます。はい、いいですね。90分テープです。まあ、ちょっとたるみを取りまして、で、リーダーテープ。まあ、このテープは黄色になってるんですが、まあ、もちろんこの部分には録音できません。で、普通だったら磁気テープ、まあ、茶色い部分が出てくるまで、まあ、送るんですが、僕の場合はですね、このまま入れちゃいます。入れちゃってですね、再生で、秒数を数えながら送ります。はい。では、いきますね。1、2、3、4。はい、だいたい20秒。そうすると、まあ、茶色い部分が出てくるわけなんですけど、まあ、こうやって少し10秒から20秒送ったところから録音を始めると。はい。で、こういう操作ボタン、まあ、いわゆるガチャメカですね。ガチャメカのタイプは、いつもはね、こう、まず一時停止を押しておきます。一時停止を押して、高速。はい。そして、スタートさせると。はい。これで録音されてるのかな？あ、これで低音を調整できるんですね。はい、まあ、こんな感じで録音してるわけなんですけど、あのスピーカーから出てくる音はなかなかいいと思いますよ。あの結構あの高い音もはっきり聞こえてくるんで、うん、まあ、僕は、あまり、なんか低音、重低音がボンボン効いてるのはあんまり好きじゃないんで、なんか、これは結構、割と、僕には合ってるのかなっていう、そんな感じです。で、止めて、はい。一応これで一曲録音しました。さあ、戻します。戻して、で、どんな音で撮れてるかですね。戻して、で、モードをテープモードにすると、ちょっとこれも抜いとこうか。で、再生すると。こんなもんかな。はい、じゃあちょっと次はこれヘッドホン、あ、消えます。ヘッドホンから今出てるんで、ちょっと今聞いてみますね。うわー、なんかすごい、なんかすごいバリ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 する音だな。あー、さっきだいぶこのボリューム、MP3 を再生してる時よりも結構上げたんですね。なんで音量はね、やっぱね、ちょっとどうしても小さくなっちゃいますよね。まあ、取れてるっちゃ取れてるんですが、まあ、まあこんなもんかな。はい、ちょっとこっちのでかいデッキで、録音しておりました。じゃあ、このでかいデッキで撮ったテープを再生したら、どうなるかなっていうのをちょっとやってみたいと思います。さあ、どうだろう。じゃあちょっとヘッドホンで聞いてみます。あ、なんだろう、何この音。なんかね、一応高い音は出てるんだけど、なんかね、なんかモニョモニョするような感じの高い音が出てるんですよね。なんか高い音は出てるんだけど、なんかちょっと濁りのあるような音って言ったらいいのかな。中低音はまあまあまっすぐ出てるんですけど、高音だけこう、左に右に左に右にっていう感じがするんですね。はい。
はい、そんなわけでちょっと、まあ、簡単に聞いてみた感想でしたけども。はい、ではですね、パソコンに直で取り込んだ音をちょっとお送りしますので、一回ちょっと聞いていただければなと思います。はい。さあではいよいよ分解していきたいと思います。まあね、分解しながら、まあ、特にね、このカセットデッキの部分の構造の、まあ、仕組みですね、さらに詳しく紹介していければなと思いますが、綺麗に分解できるのでしょうかね。はい、ではまずはネジを探すんですが、ここにありますね。でこれも開けときましょうか。ここ電池ボックスになってますけど、これよ、はい、開けておいて、とりあえずちょっとね、トレーとか、あとこうネジを入れる皿とかね、適当に用意しておきまして、じゃあ分解していきましょうかね。まあ、ちなみに開封した翌日にバラバラにするというね、まあなんともおかしなことをやってるわけでございますが、まあさすがにバラしてしまったら、あの製品保証とかも効かないでしょうね。はい、ではいきます。よいしょ、これで一応見えるところのネジは外したけど、これは多分違うな、アンテナのネジだと思うな。アンテナのネジなんで、これいけるんかな。あ、来た。あ、もう開くな。さあ、いきますよ。綺麗にいけるかな。あ、取っ手まで一緒に外れそうですね。はい。すげえ。すげえな。ああ、なるほどね。こういう風になってるんだ。ああ、どうでしょう、皆さん。ぎっしり詰まってるのか、それともスッカスカなのか。どうでしょう、皆さんのご感想は。これが電源トランスなんで、で、ここに、メガネの電源ケーブルですね。ここに繋ぐんで、ここの、電源トランスでですね、100V を低い電圧にして、でこう送られてって、多分この辺が電源だろうな。そうですね。はい、そしてですね、真ん中に見えてるのが、これがカセットデッキの部分なんですけど、なんかね某中国の通販で見たことあるような構造ですな、これな。これがモーターです。ちなみに、早送りと巻き戻してテープの回る方向が逆なんですけど、このモーター、同じ方向にしか回転しません。同じ方向にしか回転しない、たった一つのモーターで全部ね、早送り巻き戻し再生、全部この動作をやるんですね。はい。で、
ですね、ここに穴があるんですけど、ここでスピードの調整ができます。この先端の細いドライバーで、回せる、まあ、電子部品がね中に入ってるんですけど、うん、入ってるこの感覚がしますね。では続きを見ていきましょう。ここですね。これ先ほど紹介したキャプスタンという部品の後ろ側です。フライホイールって言ったりしますけどね、これをね、はい。でこのベルトでね、モーターとつながってると。でもう一本ここにベルトがついてるんですよね。ここにも部品がついてるんですけど、まあ、早送りと巻き戻しをするためのこのベルトですね。ちなみに今電源つないだらこれ回るんじゃないかな。ちょっと回してみましょうか。ここですね、ここに刺します。はい、刺しました。でこれをこのボタンを押すと、ほらこういう風に回るんですね。だからこれ、そうだな、スペースがあればね、もうちょっとこれ重たくしてもいいかもしれないですね。重たくしたらもうちょっとワンフラが良くなりそうな気がするんだけどな。はい、ではちょっと電源抜きましたんで、もうちょっと分解していきたいと思います。この基板を外したいな。この基板をなんとか外してみたいですね。ちなみにこれは多分ラジオ関係の部品なのかな。ちょっとラジオに関しては僕詳しくないんでわからないんですけど、なんかねコイルが巻いてあるってことはちょっとラジオっぽい感じがしますね。ヘッドホンジャックがね引っかかってんだな、これな。よいしょ、来た。これこのつまみか、これつまみはよいしょ外して、あ、来た。ちょっとこれさ、これなんかグルーガンかなんかでねこれ固定されてんな。でもやっぱりあれですね、この辺とかね、やっぱチップ部品ですよね。表面実装の部品ばっかりで、なんかディスクリートの部品が今んところ見当たらない。よいしょ。でもちゃんとね、こうやってコネクタで、こう配線が接続されてるのは、ちょっと、あれですよね。ちょっと親切ですね。と、こう引き抜くと。思ったよりね、なんかね、ちゃんとこういう配線、まあ、いわゆるね、こういう空中配線が、まあまあ、あるっていうことには、ちょっと意外でしたね。これがね、これはハンダ付けなんだ。このアンテナ線が。これはハンダ付けなんですね。これか。これだな。ちょっとこれも抜いたろうか。よいしょ。あ、来た。はい。はい。あー。すごい、見て裏こうなってました。結構あれですね、まあ何個か電解コンデンサーは乗ってるんですね。これが一番でかいな。これは 25V の3300マイクロファラットって書いてありますね。メーカーはねよくわからん、 FMZ とかって書いてあるんですけど、まあ中華製の電解コンデンサーでしょうね。まあ、このね、この放熱フィンがついて部品、これなんだろうな、これ絶対 IC なんですけど、何かの IC ですね。あ、アンプかな、アンプの IC かな、多分。電力を使うものといったらスピーカーが多分一番でかいと思うんで、多分これアンプの IC かな。はい。でこれが録音再生ヘッドにつながってるケーブルですね。なんでヘッドとこうつながってて、ここに入ってるので、だからそうなるとこの辺がカセットデッキのアンプの回路になってると思うんですね。にしてもこの回路ですか、この表面実装の部品で固められた。よいしょ、いた、ちょっとつまみが外れてた。そしたら一番気になるこのカセットデッキのこのメカですね。これは多分外せると思うんで、ちょっと外していきますかね。あれ、
ネジないのこれ。なんか元々ない。ほんとここにあるはずなんだけど、なんかないですね。これ普通にね、家電製品のね、電源コードを結ぶやつなんですけどね、そんなのが使われてるんですね。ちょっとよいしょ、はい、来ましたよ。はい、こちらがカセットのメカです。いやー、こういう風になってるんですね。あー、はいはい。で、ここにまあね、こうやってさ、こうやってカセットがはまるわけなんですけど、で、さっきこのモーターずっと同じ方向にしか回転しないって言いましたけど、まあここにギアがついてますけど、まあ、回転方向を変えるにはこの余分にギアを1個ねかますことによって回転方向が変わるというね、まあただそれだけのことなんですけど、まあそれで早送りと巻き戻しをまあ同じ方向にしか回転しないモーターでもできてしまうというね、まあそういった秘密があるんですね。はい、じゃあちょっとね、面白いことやります。面白いこととね、ここにね電源をねつなぐんですよ。電源をつなぐと、はい、こうですね、回りましたね。回った状態でまあカセットをセットすると、はい、こういう風にね、こう切り離、メカを切り離した状態でこうメカだけ単体で動かすというね。はい、でこうね、こうですね、よいしょ、はい、こういう風にですね、こうやってここの再生、録音再生ヘッドですね、テープと接触してます。録音にするとこれが消去ヘッドです。これ録音にするとこの消去ヘッドも一緒に上に上がってきて、こうね、ここで音が消されるっていう、まあそういった仕組みになってます。でちょっとね、またちょっと一個気づいたんですけど、これ消去ヘッド、この消去ヘッドですね、何も配線がつながってないってことは、これ永久磁石でしょうね。つまりは、これ直流バイアスですね。はい。まあ、ここでちょっとバイアスっていう難しい言葉が出てきたんですけど、まあ、カセットテープって、音の信号だけじゃ、この磁気テープに記録できないんですね。テープに、こう、記録させるための最低限の、まあ、磁力っていうのが必要でして、それがバイアスっていうんですけど、まあ、これも直流方式と交流方式とね、二つあるんですが、直流方式の場合は、N か S、どちらかに記録するためのエネルギーを、こう、ね、足し算しておくっていう、まあ、そういった、仕組みになるんですけど、で、交流方式の場合は、これね、またちょっと難しい話になっちゃうんで、まあちょっと割愛しますけど、まあ単純に、直流方式の倍の音量で録音できます。まあ、いわゆるダイナミックレンジとも言いますけど、なので、音が小さくても音割れしたっていうのは、やっぱりこの直流バイアスの方式っていうのが、起因してます。僕もね、久しぶりっていうか、うん。何年ぶりぐらいに聞いたのかな、この直流バイアスの録音。はい。まあ、ともかく、カセットテープのメカとしては、一番シンプル、本当にドシンプルな、構造になってます。まあ、ここから、まあ、オートリバースだったり、スリーヘッド方式だったりと、まあ、いろいろね、進化していくわけです。はい。もう、だいたい、バラしましたね。ここにスピーカーがついてるんで、これなんかスピーカーとか交換できないのかな？これが、あれですね。MP3 とか Bluetooth の基板ですね。うん、さすが、もう、完全に、表面実装部品で、もう、まとめられてますね。はい。そんな感じでございました。バラバラにしました。でもね、結構ね、勉強になりましたね。しかも、最近のやつですね。最近のラジカセをこうやってね、バラしてね、いろいろ見てみましたけど。いやー、なかなかね、勉強になりました。はい。まあちょっとマニアックすぎて何言ってんだかわからないっていうところも、まあ多々あったかもしれませんが、楽しんでいただけましたら、本当に嬉しく思います。はい。
はい、ということでご覧くださってありがとうございました。普段はですね、昔のごっついカセットデッキ、高級カセットデッキだったり、昔の懐かしいカセットテープをどっぷり、検証するというね、まあそういったことをメインに扱ってます。あのカセットテープの沼にどっぷりハマりたい方は、他の動画も見ていただけると嬉しく思います。はい、ではまた。お、すげえ。マジ、よくなった。お？すげえ良い音になった。すげえ良い音になった。